熊取団り祭りは、大阪府仙南郡熊取町で、毎年10月に行われる祭り。いつから団りが引き出されるようになったかは、明らかではないが1841年には五門、小垣内、宮村、大久保、小谷、七山、和田、朝世の、計8代の団りがあったことがわかっている。昔は、毎年9月27.28日に行われて、いたが、 昭和58年に、仙南地方の祭りの日が10月9.10日に、統一された現在は、ハッピーマンデー制度導入により、体育の日の直前の土曜、日曜日に開催される。本祭の1日目の午後には、見入りが行われ、大森神社に1台の団りが集まり、神社境内の舞台の周囲を3度回って、宮司のお祓いを受ける。2日目の午後には、 熊取駅周辺でパレードが行われる。熊取町には11台のじりがあり、明治から大正時代に制作されたものが多くいずれも緻密な、彫り物を施し、南波戦記や対抗記、神話などの名場面が多く刻まれている。また、岸和田市、貝塚市、泉佐野市のじりと同様、すべて下じりである。熊取駅前交差点にて、 消化器内区の団じりやり回し朝さよ田だ大久保公屋五門、野田七山、小谷久康お害と大宮、熊取の歴史、ありがとうございます。